では今日はちょっとなんか日向さんが人気なので、日向さんを見ていきます。で、トンバの動画をちょっとメンバーシップにしたんですけど、今日はね、逆にね、あんまり見どころなかったんで、ちょっとトン4曲2本場で、俺トンバ終わったと勘違いしてたんで、トン4曲3本場から日向さん見ていきます。はい。ああ、ちょっと面白い手配だな。なんちゃドラチューンで、現在ラスメ。はい、じゃあ行きます。どうしようかな。リャンピンカさん、4等ですか。おもろいな、これ。どうしよう、これ。まあ、平凡にパワーピンでいいか。まあ、一応、ウーピンは赤受けで、4等1だから、チートイか、トイトイって感じで、パワーピンにしようかな。うん、パワーピン切った。いいじゃん。チーピン引いたか。あー、本一見て嘘も面白いけど、ちょっと嘘赤いもんな。厄介重なった時にね、ローピンチーから入って本一ってこともできるんだけど、まあやっぱ嘘、チートイでどうかだよな。チートイで使えるからな。まあ一応、一枚切れの表示牌の初があるんで、初ってことにしときます。まあもしくはまあ、チーピンでもいいか。本一捨ててチーピンか、初かにしとくかな。はい、チーピンか初切る。あ、チーピンか。本一は見ないか。そうね、初引いて、まあ、地合い重なって、そっから、まあ、ローピンチーから本一もなくはないんだが、まあ、もう、チートイとか、統一で決め打ちね。はい、了解です。うん。うん。で、一面ずつできて、まあ、初でいいかな。チュンドラなんで。ああ、で、面前、イシャンってなったね。はい、白切って、普通に行くだけ。おお。ペーもションパイ。リャンピン1枚切れ。まあ、リャンピン切るんでしょうが、ただ一応まあ、積もり3個なるんで、リャンピン引いたら。あとはイーピンが3枚切れか。うん、で、あとはチュンもドラだもんね。うん、どっちかな。うん、まあ、リャンピンかチュンどっちか切るんでしょうけど。まあ、リャンピン切る人が圧倒的に多いのかな。M リーグだと。チュンもドラだしね。はい。あ、これチュンなんだ。めっちゃいいや。俺は好きだな。うん。まあ、リャンピン残り1枚しかなくて、別に山にあるかどうかわかんないけど、まあね、普通にまっすぐ行って、リャンピン引いたら普通に嬉しいんで。うん、いいや。リーチ入った。パーソー引いた、パーソー切る。チーソー引いたらリャンピン切る。3ピン引いたら、リャンピン切る。2件リーチ。まあ、これはベタ売りで。あ、ただなんか一応回れる感じになったな。サブロック9層引いたらおもろいが。うん、一応チーあんのか、これ。自分でサブロック9層引いた場合は、3ピンリャンマンのシャボは枚数あるが、ただ2件リーチになっていると。で、リャンマン3ピンから引いたら本来はめちゃくちゃ嬉しいけど、サブロック9層振り点なんで、ただないか。ちょっと早すぎるな。うん、もう3巡ぐらい遅かったらチーするけど、ちょっとチーはないかな。はい。チーしてペー切って、K 点方向もなくはないが、うん、ちょっと違いますかね。はい。スルースルー。パーマン引いてペー切る。え？ちょっとごめん、俺今、音楽聞いてなかった。なあこれ、この頑張れ、ボエモンみたいな曲流れてるやん。スーファミの。武蔵丸とか出てくるやつの。こんな音楽ちゃうね、うちの配信。まあ、新年っぽいね、確かに。たー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 ね。なあこれ。しかも、頑張れ、ボエモンもう古いからな。今の若い人は知らないぞ、あんまり。ああ、キラキラ道中とか。うん、64も人気だったし。パスワードがいちいち打たなきゃいけないよね。スーファミの五右衛門は。違った？ひらがなのパスワードをさ、60文字ぐらい入れるやつ。違ったか？多分そうだよな。ただ、入れてもね、アイテムはね、引き継ぎしなかったんじゃなかったかな。アイテムなくなっちゃうもんね、あれね。一回死んだらもう終わりだからな。アイテムゼロからだから。エビス丸ね。うん。そうそうそう。
はい。で、これはベタ折りしていった。はい、積もられた。はい。とにかく4本場ドラスーソー。はい。14,500 点ラスね。はい。まあ、これはまあ赤1枚あるし、普通に行きましょう。シャーと E ピンとかとりあえず切っていく。3ピン中。おー、いいやん。こんなとこ泣けんの？めっちゃいいやん。ねえ、ターツも整ってないのに。こんな泣きできる子だった？めっちゃいいやん。急に可愛げ出てきた。可愛い女の子だもんね、ひなたなんてね。いいやん、いいやん。泣きを覚えてる。2024のひなた、泣き覚えていくナイス。ナイス。いいね。こういうことできるんだ。なんか新しい技覚えてきたみたいなね、女がね。いや、嬉しくねえか、それ。新しい技女が他で覚えてきて別に嬉しくねえよ、それ。浮気疑うわ。はい。次。リャンソーは数装引きがあるんで丁寧に残したい。リャンマンか初切る。まあ、リャンマン切るんだろうね。はい。うん、リャンマン切る、ナイス。初引いたら、まあ、これはもうリャンソーでいいかな。チーマン打つんか、これ。いや、さすがにないか。やめてほしいな、チーマンとか。普通にリアンソー来てほしいな。赤使い切りチーマンとか。いやいや、やめてくれ、やめてくれ。そんなことしなくていい。そういう余計なことしなくていいから。リアンソー来てくれ。うわ、出た。もうこういうのいいから。だからもうね、1000点が2000点でしかないの見らないから。赤使い切ったとこで、これが残酷から漫画になるとかだったら無理くりつけてもいい。この赤使い切ったとこでさ、変わんないからだね、1000点しか。もう普通にリアンソーで。うん、もうチーマンポンで初バックでもいいんだから、これ。こういうのマジやめた方がいい。うん、1000点から2000点しかない。もう価値なし、打点向上の。うん、せっかくな、良かったんだけど。はい、リアンソー切る。うん。うん、まあ、いいシャンってなった。何のリアンソー？まあだから、スーソドラってこと？目かゆピン切る。ドラの数層いたか。数層は2件の現物。神茶もあんま当たる気感じはしないよな。まあ、パーソー切る。ノーチャンスパーソー切る。終盤。パーソーはだけど2枚ある。まあ、自分がどうするって言ったら普通に経点も込みでやっぱ数層切りたいかな。はい。まあ、ただ、ひなたさんはパーソー切るんじゃねえの？初か。ションパイの初切るのか。いや、これのが怖えけどな、俺は。数層切るより。まあ、これのが怖いは言い過ぎかもしれんけど。でも、数層ってシャボでは当たんない範囲だからな。下茶といめの現物だしな。これ、初が泣かれたり、初で放銃したりしたら、ほんと死んじゃうけどな。まあ、やっぱ数層か。数層切らないとしても、パーソーだと思うけどな。まあ、てか、数層でいいわ。数層のもの当たらん。当たるんだよな、数層が。だって、神茶に数層だけでしょ、そもそも。で、その神茶の数層も、スッチ層で刺さることあんの？まあ、ほんと短期だけみたいな数層だしな。クイタンドラドラ。まあ、クイタンドラドラなんだけど、こっからね、このイーシャンテンを上がろうってのはちょっと無理あるから、もう K 点だけってなっちゃうからな、打点はそれは上がってはいるけどね。
はい、じゃあそんな感じでした。はつきっとこう。で、パス、ん？もうここで降りっていうか。なんもしょんぱい。なんのしょんぱい。はいはい、そういうことか。てか、ローピンは、また下茶遠い目の現物で、上茶にもローピン当たるかって言われたらあれだけど、うん、まあこれで降りか。うん、まあ、これはね、3人仕掛けあるし、まあここで、ローピン通したとこで、結局なんはしょんぱいだし、まあ他の危険牌引いたら切りたくないから、まあ。はい、ここで降りました。うん、はい、トンラス5本バードラが、リャンマ。まあ普通に行けばいいか、ラスだしね。はい、とりあえずトン切る。まあ単品系とか全然あるし、はい、急走切る。何発切っていく。なしとんこれ。頼むぜ、ほんとに。もう普通に、だからどうなるかわからんし、まあ、チートになるとかはわからんけど、それでいろんな可能性あるから、普通に言ってくれよ、もう。まあ、こんな安易に、ね、大悟さんじゃねえんだから。まあ、安易にやめ固定していいもんちゃうからな、これな。しかも、タイヤとしてはな、パーマ普通にいるよな。形安くしてね、想像を横しついて E ピン3ピン落としてみたいな、それが自然な手順だからな。なんでこんなことしてんだ、この40目から、ラス目で。ちょっと本当にダメとしか言えないからな。本当、ただただダメとしか言えない。麻雀が100年進化して、ないそんなもん。麻雀が何年進化して研究が進んだとしても、こっからパーマンが先着になることはない、絶対に。だそういう牌を打たれちゃうと、もう、どうしようもないから。今後いかなるで、今後いかなる AI が出てきて、どんだけ研究が進んでも、こっからパーマン打つことはない。どんな AI も。何しかない、こんなもん。今日元気そうだった。元気そうならダメだよ。元気余ってパーマン来てるじゃダメだ。ちゃんとやんないと。先切りしときはリーチして9万が出やすくなる。先切りしてリーチして9万出やすくなったらダメだ。面単品でローマン積もってね、次の積もローマンだから。ローマン積も逃す。何の重ね見てたかもしれない。何はいらん、そんな重なりは。何重なってどうすんだ。いらねえだ。はい、パーマン切った。ウーピン引いた。何切る。ウーピン引いた。E ピン切る。シーマン引いた、言っちゃえ。もう本当にマジで統一系になってきたな。なあ、おら。まあ、ウーソーか3ピン切る。3ピン。結局なあ、パーマンは切ったが、7787残ってるってな、なんかな。やっぱどういうつもになるかわかんないんでね、まあじゃあね。はい。一応一面と、まあ、このチーマン泣くもあるなぁ。チーマンポンダパーマンでもいいよなぁ。まぁ、あ、ちょっと1万3000点で、1000点は2000点しかしたくないが、まぁ、あ、いいや。はい。で、これでいいシャンテになりましたと。結局何したのこれ。チーマンパーマンとかな。はい、リーチ入った。数万つも現物。E ピンも大丈夫。E ソーも大丈夫。まあ一応ションパイ。まあ現物チーピン行くのか。まあウーソーも別に大丈夫そうだけど、まあ何でもいいよ。チーピンかウーソーかスーソーか、チーピンかウーソーか吐くかな、なんか。チーピン現物切る。チーピン現物切る。ウーソー現物切る。K 点取る気ないか。イーソー切らんか。もう少なすぎか。残り8枚か。はい。まあこれでも終わりか。終わりか。はい。難入で6本場ドラガチーピン。白はあんこで赤赤いいね。はい。まっすぐ行きましょう。はい。シャーペとりあえず切っていく。
いいね。パーソー9層切る。リーマンリャンマン。うん、まあ、いつなることないんで、まあまあまあ、純粋に配合率だったらパーソー9層ね。一応、老僧変化がこっちで受けになっちゃうから、うん、まあ、こっちの方がいいかな。純粋にまっすぐ上がりに行くんだったら、パーソー9層切った方がいいです。はい。とりあえず赤上がるんで、絶対泣いていきたい。嘘重なった。いちゃいった。うん、急走切る。ん？パーソー取ってんの？あ、園田さんが一発でパーソー切ってんのか。はい、パーソー現物でした。まあ、イシャンテンか。もう親で赤で泣けもするイシャンテンなんで、まっすぐイソを切ります。酸素筋になった。あ。はい、何曲ペイチャドラが酸素。ラス目。はい、まあ普通に行くしかない。何キル？いいピンキル。急走キル。チュンキル。丁寧に一応9万で単野を以降見て、ただまあ別にパーマンでも何らおかしくないです。まあ確かにきついな、これなんか。はい、大悟さんが6000ドル積もった。はい、次。6000点になっちゃったか。黒沢さん、リャンソー推し？リャンソー推し？なんだろう。前の曲かな。ちょっとごめん、飛ばすわ。はい、次の曲は？はいはいはい。これ第一はパーマンか。こいつを見ていくってこと？うん。まあ、普通に何切ってまっすぐでもいいけど。てか、俺は何切ってまっすぐ行くけど、1枚切れなんで。パーソー2枚切れか。タンヤもある。ただ、シャアはションパイ。うん、まあ、パーソーパーソーで。パーピン、キューピンか。4対1でチートイの方重視か。はいはいはい。うん。手配割と整ってきた。ドラドラある。4対1から。これなんだこれは。チーソーにするか。現状ゼロメンツだから、まあ、チートリアンシャンテンはキープしたまま、タンヤオじゃない受けはいらない。で、リアンピンポンから十分どうにでもなるから、2枚切れパーソー固定してもまあ、チーソー切ったとこで面前捨てるわけじゃないんで、まあ一応俺チーソーにしとこうかな。はい。パーソーね。パーソーが2枚切れだからパーソー切るってのはわかるんだけど、リャンピンポンした時のジャン投として、なんかパーソー2枚切れだけど、パーソーそんなに切りたくないんだよな、これ。シャア来て老僧すら泣きたいとか思います。まあそれでもいいんちゃう。それはいいと思うよ、泣きたいは。ドラドラあるしね。ただまあこの点数で何にだから、シャアはいいよね、普通に。ただ、俺はチーソー切るな。
これ、チーソーキってもやっぱりリャンピン、一応泣きやすいポン酢だから、一応チートイ、リャンシャンって維持してチーソー打ちたいなぁ。パース打ちたくないなぁ。やっぱ現状でゼロメンツだからね。パースを切って目いっぱい、シャー切って目いっぱい。シャー切り目いっぱいか。俺的にはかなりチーソーいいんだよなぁ。内定行くんだったら、まあ、本場っていうか300点しかないぞ、これ。供託は。供託っていうか一本場しかない。本場はないようなもんだろ、これ。うん、そうそうそう。馬300かって、おい。M リーグやりながら馬戦後じゃないのかっていうやつおるかよ。そんだけお前ら好きやね。ギャンブルが。はい。まあ一応そんな感じで。まあパーソンもまあ確かになくはないか。うん。面前だとしたら、面前っていうかその瞬時制だとしたら確かにパーソン全くいらないもんね。うん。またちょっとリャンピンポンとかから入れないというか、その時がマジで変なことになるっていう。で、なんかちょっとパーソンじゃないんだよな。俺パーソンなら数層なんだよな。やっぱ赤も出たくないしな。やっぱ俺、パーソーやっぱ3番候補とかなんだよな。チーソー、シャー、スーソーとか。なんか、パッと見の候補がやっぱり、チーソー、シャー、スーソー。やっぱパーソー候補にないんだよな。やっぱ単葉に仕掛けた時にすごいなんか、ペンロストがネックになっちゃうからな。だからパーソー2枚切れだからパーソーっていう手じゃねえんだよな、これ。ただまあちょっと細かいっちゃ細かいかもしんないから。あ、面前だと、まあまあそれはいいね。ただ面前で打点も見たいシャーシャーっていうと、そもそも数層とあんま変わんなくねって感じはするんだけど、俺は。まあ普段だから赤使い切りとか赤固定とか俺しないけど、さすがに6000点持ちだったらするし、数層がマジでそんなにないんだが、ロスが。単野もいけて免税もしてなくて。だけどね、一応俺チーソーなんだよ、やっぱりな。ただチーソーはね、いや、絶対切りたくないって人もいるから。だから、その気持ちもすごいわかるんだけどね。やっぱこの順目でゼロメンツ、かつ内定ザンクも、めちゃくちゃ嬉しいわけじゃない、やっぱり。ザンク上がって3着でラス前だから、やっぱりガツってでかいて、嬉しいから。で、もう、9層だけの裏目は目つぶるって感じで、まあ一応俺はチーソーなんだけど、ちょっとこれはね、チーソー切りたくないって人めっちゃ多そうだから、あんまりチーソーっていうのを、チーソーがいいですとは言わないんだけど、結構チーソー打ちたいな。はい。数層切っちゃいそう。ね、数層は全然いいよね。はい、行きましょう。で、パーソー切った。結果何にも。やっぱチーソーいい。ありがとう。チーソー積もったけど。ここでしゃ。なんかセンスないな、この子な。こんなとこからもう瞬殺でサンシャンテンじゃなくて、もう一応チートイリアンシャンテンは見た方がいいわ。これこそ。パーソンとかまだ早かったからね。2列目入ったとはいえ、ここでこそ俺ゼロメンツを懸念してた。で、こんなとこ来てゼロメンツはやっぱりね、チートイリアンシャンテン見なきゃダメだ。こんなとこからシャーシャー来て。順目深くなるにつれて安牌また、迷宮に迷い込んでんな。安牌でシャア残すって言って、こんなとこでなくしてどうすんねん、これ。それこそわけわかんないもんな。順目深くなればなるほど、やっぱり他の人のリーチとか怖いわけだから、もっとシャア持ちたいわけだし、やっぱそもそもまあパーソー切ったって裏目が9層だけだから、まあ数層もいいね。数層もいいね。まあ数層、だから俺はやっぱりチートイリアンシャンテン見たいんだよな。要は2手でテンパイする可能性あるから、
だマックス2手で転敗する可能性はあるものは追いたいんだよな、ここはな。点数少ないしな。そうそうそう、ここはやっぱパースを切りたいんだよね。てかもうなんならウーピンとかロービンでもいいけどね。全部泣けると考えたら実数、チュンセのリアンシャン点。でも泣きたくもないんだよな、これ。やっぱり6000点だからな。なんだこの BGM。また BGM 来た。また頑張れ、これもうずっと鳴ってるよ。なあ、これ。なんでこんな和風の曲流しとんの、これ。重ならないパースを切る。パースをね。はい、まあ、飛車切りました。大悟さん、いっすっすを。何しゃ、これ。めっちゃいいやん、これ、皮。面ピンだって十分、素点稼げるやろ、これ。親だろ、5万3500点。普通に手釣りだろ、こんなもん。リアンソーめっちゃ早く切っとるしな。せっかく先切りしたんだろ。せっかくリアンソー切りして、そんな一発でイーソーとか出てもおかしくないしな。なあ、これマジ。頼むぞ、本当に。散々マイナス叩いてきたんだろ、お前。一人で散々マイナス叩いてさ、ちょっとぐらい取り返せや。こんなんピンフのみだってリーチしたら結構打点控除あるからな。一発とか。とにかくこれだったら一発でイーソーだって狙える川だしな、スーソーだって。そうそう、親だし。下なんて全く見なくてもいいし。4万点差以上。対面2万5千点差。頼むぞ、本当に。まあ、こんなぬるいメンツと打ってるだったらな、楽だな、本当に、M リーグな。素点も稼ごうともしないし。まあ、1、2、3か2差しとか見てんの？ないないない。イーマン切り？ごめん、イーマン切り？イーマン切りが何かどうか。あ、ここでテンパってんだ。一数万で。まあ、一数万かウッパンマンでね。パーマンが全体的に安全だからちゃう。今日で赤蟻麻雀はピンフのみ黙って習った。どこの雑魚に習ってんだよ。習う相手じゃねえわ、そいつ。誰だ。てか、ここドラタンでリーチでいいよ。ドラタンでリーチしたらな、一数万玉より一般万つものが拾えると思った。いや、俺このイーマンはね、まあそもそもここでもリーチなんだけど、まあ黙るという前提ならあんまり思わんけどな。一応イーマンは対面の完全無筋だから。いや、まあ、そうか、役割に構えるか、普通は。まあそりゃそうだな。確かに、イーマン玉より、一数万玉より一般万つものが拾えるだったら、まあないわ。100%ないわ。全員から出上がり効く一数万より、自分でツモしかできない一般万の方がいいって100%ない。そんな数学的な、もうそもそも、ま、あの、数学的なというか、なんかもう、分かってないわ。なわけないから。誰から出ても上がれる一数万より自分がウッパーマン積もる方が早いってなわけね、あるかよ。算数の勉強してこいや、マジで。あるわけねえだろ、んなこと。多分2倍ぐらい違うわ。誰からでも一数万出る方が。ただまあ、これに関してはただ俺もね、一応ね、理由はわかる。そうじゃない理由ならね。パワーが全員に安全そうだから、まあいい手代わり見てってなりだけど、まあここの瞬間にな、もうローピン短期リーチだわ。ローピン短期リーチだったらドラで振らないからね。ドラ積もっても振らないし、大山積もって大山だし。大悟さん勝ち切れない理由はここにある。団体ルールでは強いかもしれないが、M リーグにアジャストしていない。典型的な適応能力が低い選手。今で上がりして裏さんだったかもしれない。てか、お前らそれ言い過ぎな。俺がいつも言ってるけど、リーチ一発もピンフ裏裏で6000オールだったとか、俺の、冗談で言ってるだけで、それはそんな確率高くないから。みんなが言い出すとちょっとね、ここのリスナーなんかありもしない薄い確率を言ってるってなっちゃうから、あんまり言い過ぎんといて、それ。裏がイーマンだったかもしれんって、それかもしれないけど。ほな、ウッパーマンリーチ。ああ、確かにな。振った時のソノダの顔が草。パーマンリーチ。パーマンリーチいいよ、全然。マジである。マジであるんだけど。
それ言い出すと次のツモがめちゃくちゃいいツモだったかもしれんっていうことも言えちゃうから、ウッパーマン積もれるかもプラス後々通りそうか俺も含めてって言ったけど、抜けた親なんだからチーム的にも稼いでよって思った。うん、うん、そりゃそうだな。23時過ぎてたから帰りたくなって親流したね。いやそれはないと思う、さすがに M リーグさすがにないと思うけど、まあいいや。とりあえず少なくても一層リーチしてほしいな。 ローピン短期でもリーチだし、一層でもリーチだし、まあこんな素点も稼ぐ気なしじゃダメだ、あんなもん。うん、ピンフのみやリーチでも1000点や2000点ならダマの方がいいって20年前ぐらい誰かが言ってた。うん、そうそうそう。20年前の、なんか、セオリーかもしれん。はい。もう期待収支でも何点ぐらいだっけ ?1300 点ぐらいプラスだっけ、まぁ、ちょっとこれは順目が深いからあれだけど。うん。局収支で1000点以上変わってくるんで、普通に。リーチかダマかで。1000点ってでかいんで、普通に。大差なんで。局収支の1000点は。はい。そんで次の局。大悟さんが、1500で連チャン。あ、これいいね、日向さん。はい、日向さんに戻ります。はい。うん、自敗切っていく。うん、もう余計なことせんでいいわ。ペイで。うん、こんな順目から連装切った方がいいってならないからもう。うん。もう普通に3層引き見て、ペイ切ってくれ。うん、なんでこんな点数でペイ切らずに連装切れんだろうな。うん、それが信じられんわ、もう。もう、3層引いてな、ピンフイーペイコートが、普通に両面できるし。あ、なんでこんな形決めとんの、こいつ。ペイしかねえだろ、ほんとに。頼むわ、もう。6000点でどんだけ落ち着いてんだよ、これ。6万点と間違えてんちゃうか、これ、自分の点数。うん。いや、6万点と間違えてでも、大悟さんと近いから普通にペイ切るわ。なこれ、なんでこんなとこから立つ外しとんの。6万点がやることだ、ほんとに。6000点で何しとんのこれ。もう話にならんからな。調子出てきた、にっこりした。うん、せっかく換算ピン地位良かったのにな。全部帳消しだわ、マジで。なんであんな換算ピン泣いたんだ、あれだけ。確率の偏りか、あれ。大悟の手を見て、日向に戻るの、日向さんに戻った。ラス前、おい、パーソアンコ。はい、園田さん追いかけて、園田さんは7803ね。まあ、こうなったらもう2着はちょっと遠い。うん、まあ、とりあえず普通に上がるだけ。3ピンチ以降いいのね。うん、3ピンチで使い切ったんちゃう、すべてのジャン力を。うん、何一つないわ。3ピンチ以降、いい打配が。おい、最強かよ。いいペーコーできていく。はい、とりあえず何キル。うん、初キル。なんもないよ、こんな。ここでもう一応、チートイーシャンテンで、トイトイもリャンシャンテン。まあもう何でもないティーし、急走もポンする、チーソーもポンする。あ、まあちょっと待って。急走ポンから入るかどうかか。シーソー、酸素、イーソー。まあいいか。それはいいや。スリムにして絶対に押す手でしか押さない、おとなしい麻雀してれば、長期では負け越しても、視聴者に下手に見えない。まあ、それは言ってることはわかる。うん、チーソーはなく、うん、そうだね。チーソーは絶対なくない。それはね。まあ、急走とかから入ると、まあ、ちょっとチーソー表示牌がネックではあるが、スーソーツも、うん、ローマンキル。なんもないやん、このもん。ないでしょ、これ。カニアソチーあるやろ、これ。まあ、ウーソーでもいいしな。ウーソーチーからも入るか。ローマン来て、リャンウーソーチー。新一見た方がいいな。こんなん別に打点、その、点数へこんでるからとかじゃねえしな、トンパツですらローマン切るしな。まあ、ちょっとなんか平常心失ってる感じはするわな。そうそう。やっぱ倍満なるんでね。
泣けるば今、うん、まあ結果論だけどな、確かにこれ言ってえな。言いそう重なってもいい。まあそうだね、言いそうりゃんそうがめっちゃ嬉しいのか、りゃんそうだけじゃなくて、うん、言いそうりゃんそう引きがめちゃくちゃ嬉しい。うん、まあそうだな。まあただまあ言いそうはテンパっちゃうから、まあそれは同じか、それは同じか。言いそう盾はその瞬間チートイテンパイだから、ローマン盾と同じだから、うん、まあそれは同じだ、どっちでも。でりゃんそう引いちゃうんだ。どうすんの、ローマ切るの。あ、パーソーか。あー、まあまあまあ、これは悪くない。悪くないというか、まあ、言いそう切っちゃってるから、言いそう切ったその後の立ち回りとしては、パーソー切りはいいんちゃ。チーソー3枚切れだもんな。振り手に言いそうあるけど、パーソー切り、うん、パーソー切りは悪くない。うん、悪くない。うん。発狂してる、うん。ローマン必要。うん、まあ、もう、言いそう切った後の、このパーソンとかはもうしゃあないわ。ひっついてな、メンピンイペーコードラドラだから、それはしゃあない。まあ、その前の言いそうのとこでローマンだけど、そこでローマン切らんってなると、パーソンとかはもうパーソンでいいわ。うん、リーチで。うん、じゃここでリーチもしないのももうだ、全然な話にならんしな。このイーペコをドラドラって5-2上がってどうすんの？リーチしてる人から出たとして、5-2、ダマ5-2ってもう話にならんし。うん。リーチだったらな、ほんといろんな抽選あるから。一発神茶からハネマンとかさ。ダマってなんもない。うん。やめへんかも、うん。もうリーチしかない。M リーグ主義やり、うん、あほらパーマン切りリーチ、いやするんかい、なんでそこでパーマン切りリーチの選択肢があるんだよ。ここまでダマにしといて、わけわからん。別にチーマンよりユーマンがめっちゃ感触いいとかもないし、謎。そんならカンチーマンでリーチして、うん、俺はあくまでここで、ここでさあどうしますかって渡されたらパーマン切りリーチっていう意味で言ってるからね。うん。ここで手配渡されて、ダイソーで戻ってさ。ダイソーの岡村さん戻りますって、戻りました。どうするって言われたらパーマン切りリーチするけど。うん。っていう意味でリーチって言ったけど。相手赤嘘拾える手じゃんあった。それはわからん。それはわからん。それは鎮圧ってこと？1,2,3。あ、ローマン切ってたらということ？ローマン切ってたら、数層引いて、リャンウソーテンパイでリーチ一発ピンフィペコドラドラみたいな。いや、ちょっとそりゃ、まあ、なんともいい。パーソンとこは俺もパーソーだから。お次があった。外れとるやないか。はい、オーラス。ん？黒沢さん手順か。黒沢さん手順。いや、チートイで赤短期でいじってるからもういいんちゃう。別に。チートイシャンテン、チートイテンパイリーチ、いや、ないです。ん、ちょっとよく意味がわからん。別にこれはこれでもう即利でいいと思います。うん、即利でいいと思う。じゃむしろナイスリーチだね。じゃあ、こういうのはリーチすんだ。まあ今年はあれか、黒沢さんも運が就職して、ね、去年だったらこれ一発で積もってとかさ、積もってウラウラとか、ね、リーズもタンヤオチートヤカウラウラとかバイマンとかやってたんだろうけど、まあそんなこと起きないからね。去年まではそれが起きすぎたね、黒沢さんは。だもう就職して平運になってしまうともう、ね、こういうのもことごとく流局するんで、基本的には勝てません。黒沢さんの麻雀でも、日向さんの麻雀でも、大悟さんの麻雀でも、勝てませんので。うん。ね、まあいいリーチだね。黒沢さんのはいいリーチだね。はい。あ、オーラス。オーラスがひどい。うん。はい。あ、ドリンクだ。あ、ありがとうございます。アーカイブ楽しみにしています。はい。あ、チュミルチャールスさんいらっしゃい。あ、なんか今ね、
いつも振り返り動画作ってるんで、メンバー用に。何かその時に話してほしい話題とかあったら、スパチャで書いといてくれたら、明日動画にするんで、よかったら書いといてください。好きな食べ物何ですかとかでもいいんで。はい、ただ、スパチャコメント以外だと、振り返れないんで。はい、じゃあ行きます。はい、オーラシナトさん。急須、何これ条件。トイメンと5800差まあ、2着は見えないんで、トイメンの5800差で、供託が2300点だから、3500点差、はい、来年、今後ずっと負けて、本田さん切られたら悲しい。そうだね。それは本当悲しいわ。あり得るからな。本田さんもな、去年 MVP 一歩手前でね、MVP になっときゃよかったけどね、2023MVP ってね。2022? なれんかったもんね。終わった。黒沢さんのオラス?はい、じゃあ黒沢さんオラス見ていきます。あ、ほず、ああ、いえ、でもありがとう、ありがとう。うん。でも俺も全然だから、むしろ入れてくれた方がありがたいから、もし何かあればよろしく、ありがとう。うん。ありがとうね。黒沢さんめっちゃいてやん。はい、9ピン切る。うん、ウーマン切る。黒沢さんの立場は、下2人にマンガン振っても OK。ダメか。園田さんにマンガン振ったらダメか。うん、ただまあな。普通にもう、まっすぐ上がりに行くでいいか。もういいね。まあ、リャンピン、スーピン切っていく。何しとんほら。スーピンしかねえだろ。もうちょっと決まってるので。スーピンしかないって。ちょっとマジで、ちゃんと切ってください、普通に。うん、スーピンってウーピン引いても使えないし。まあ、使えないっていうか、外していくんかね。黒沢さんなら。ただ普通に3万匹あるんでダメです。はい、スーピン来てください。何やってんだ。スーピン切るんかい。なんでイーソー手に留めてスーピン来てんだよ。イーマン、ここにイーマン残しといてくれ、もう。何しようこれ。ようこんな麻雀見て楽しいな。うん。Mリーガーはしゃあねえよ、黒沢さんも呼ばれてんだから。俺だって呼ばれたら行くわ、こんな。石ころ並べてさ、年収1000万もらえりゃ。行くわ。うん、でもお前らの場合は普通に選択できるわけだからな、自分の生きる時間を。その生きる時間をこんなゲーム見てさ、自分で打つんだったらまだいいよ。それは自分の思い出だもん。うん。福本漫画の黒沢っていう本にもあったやん。黒沢さんと被るけど。ね。うん。他人の見てさ、どうこうって、それがしょうもねえもん見てだったらもうほんと、無様な人生だわ。だったら自分でな、まだフリージャンソー行くとか、自分のロマンだったらいいけど、自分の実体験だから。うん。それをアホみたいな顔してさ、アホみたいな麻雀見てさ、何がしたいんだよ、それ。うん。もう一回自分の人生ちゃんと考えなきゃダメだ。もっと家族との時間に使うとか、別に家族がいないなら、もうちょっとね、給料を増やすために何か資格の勉強するとか、うん。そういうことに時間使っていかないと。うん。現実逃避で麻雀ばっか見てたらダメだ。これ聞きたいからじゃない。そういう企画じゃない、これは。はい。で、マークだから、ここでリーチだね。3万引いて。だここでリーチになってるんだよな。もう誰が打ってもなってるもんな。リーチにな。黒沢さんだけだもんな。ここリーチって言ってたらどうなってたのこれ。だって、大悟さんだってまだ2万4千差でしょ親でしょ。そんなマンツもしたら普通に見えてくるしな。パーピン積もったらな。うん、パーピンツもウラウラとか、その瞬間、もうまくるしな。うん。んでどうなったこれ。トイメン、まあトイメンのリーチがなかったんかな。一応ちょっとまあ結果論だけど見てみるか。うん、トイメンはサブローマンリーチか。まあこれもだからリーチしないになってんのかな。
トイメンのリーチに対して宝珠は嫌だよな。まあちょっとわかんないけど。まあここまでいい手配だと追っかけるかもしれないけど。まあその前の三層が無筋だから、まあ止まってるかもしれないな、これは。うん。はい、そんで。ああ、積もられか。うん、まあまあまあ、ちょっとね、結果論はどうなったかわからんけど。うん。同じように上がられてんのか、大悟さんが回ったのか、ちょっと俺もわからんけど。大悟さんが初泣かないから入った3万。うん。初スルー、わかった。じゃあ最後に大悟さんの初スルー見ていきましょう。初になってるか。大悟さんの初スルー。はい、じゃあ大悟さんのオーラス見ていきます。大悟さんは手配いいな。トイメンの黒沢さんに連チャンされたらまくられるけど、ただ現状では 24,600 点差あると。わかりました。うん、手配めっちゃいいな。で、トーンね。黒沢さんの風配から切っていく。で、いいそうね。うん、手配めっちゃいいな。うん、ちょっとツモが止まっちゃった。うん、めっちゃいいな。あー、この初か。あー、安牌は何もなくなっちゃう。まあ、数ピンとウーマンがあるのか。トイメンの安牌。トイメンの安牌の数万とウーピン持ちながら、数ピンとウーマン持ちながら、手配構成できる。泣いても、確かにまあ、泣きそうだわな。確かに泣きそうだね。うん、ただまあ、ここで、いいシャンってなった。で、もう、チーソーも先切りか。三層切り。で、ここで転売か。中根で一応打たなきゃいけない。まあね、まあ、いや、まあそうなんだけど、まあ、それに関してはな、手配がめちゃくちゃいいだけに、まあそんな絶対リーチとか俺そ、これに関しては言えないわ。まあ泣き、自分も泣くんだけど、どうにでも手がなるっていうのと、まあ泣くか、泣くな。ただトイメンの安牌がね、全然ないとかだったらスルーでもいいしね。これ解説でダマもあるかって言ってたけど手釣りでいいですか？うん、手釣りだな。もう基本的にこういうのもだからもうリーチしかないんで、収支が関係ない麻雀だったらちょっと難しくなるんだけど、収支が普通に関係あるから、素点がね、ポイントで。ってことは、これをだから、結果的に6000オールだっけ？だそういうのがめちゃでかいんで。三層残しは仕上げで差し越しごろ両天秤。まあね、あるけどね。あるけどね。まあ、ただ、結局、サブローピン受けが、ローキューピン引いたら死ごろになっちゃう。3ピンだけなんで差し子になるので、ね。まあ、なんとも言わん、これも。確かに初の安牌があるから、3層残し。まあ、なんとも言わんな、これは。そんなどっちがいいってわからん。むずい。肩上がりのチーテン取るかって言ったら微妙だしな。3ピン3万チーテン取りますかって取りたくないし。なんとも言わない。はい。じゃあ、そんな感じでした。一応なんだ、日向さん見ていきました。まあ、日向さんはちょっと3ピンチーした後はもうなんかよくのわからん。あ、こういうのはリーチする。まあ、だから日向さんはな、まあ、この曲もそうだし、この曲鎮逸、まあ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 。まあ、特に6000点で、このリアンソーとチーソーが笑うわな。こんなダンラスの6000点しかないのに、ここからリアンソー来て次チーソー来てるやつおるかよ、あんなもん。まあそんなもう麻雀が何十年何百年進化しようが、こっからリアンソーチーソーって静着になることないんで、だそういうのを外さないようにならないと、とりあえず M リーガーは。だ AI のタイプによって、リアンソーチーソーって切る、ね、ナーガとかいたらいいけど、そんなもんないので。はい。じゃあそんな感じでした。ローマンチェアありそうだから3層は先に切っていい。そうそう。4、5はね、
第5さんのってね、しごろはね、老朽品でしごろになるけどね、3品だとね、ちょっとね、さしごだとね、ピンズが4、5、6、7、8だからね、3品しかさしごにならない。しごろは老朽品になるね。おとといの配布で申し訳ないですが、はい、どうしました。はい、まあじゃあ、とりあえずちょっと動画切りますわ。はい、じゃあ動画の人ありがとうございました。普通になんか疲れてきたもん。病み上がりで。下手くそモデルのナーガが出たら笑う。なんだそれ。何下手くそモデル、やばすぎだろ。それもう AI じゃねえじゃん。あえて下手くそタイプ作りましたってやべえな、それおもろすぎだろ。エイプリルフールにやってほしいね。うん。下手くそタイプのナーガね。うん。あえて下手くそに打つね。うん。まあ、AI だからそれもできるわな。先タイプ。平均順位2.5にする。うん。はい、じゃあそんな感じでした。お疲れ様です。